では、京都刑務所に見学に行きましたのでそのお話をしたいと思います。父、えー、村の仲間12名で行ってですね、えー、説明は、えー、刑務所のナンバー2ですね、まあ、所長さんがいてその次のポジションの、えー、総務部長さんが説明をしてくれましたで、あのー、京都刑務所は、えー、1500人ぐらいの囚人がいて全員男性です。でえー と監視というか刑務官がですね300人だから1500対300言ったのは5対1ですとで皆さん多いと思いますが少ないと思いますが刑務官というから「300人と結構多いんじゃないですか」というとですね5対1なんですけどもね24時間経営なんですよ24時間運営です,ですのでねそれはやっぱり大変ですよと言われたら、まあ、大変なんだろうなと思いました。 だい、えーね、こう刑務所ってこんなところだな、まあ、高い塀があって、まあ、こう高圧電線があって、まあ、非常にこうセキュリティが厳しくってと。 まあ、あるいは時間が厳しくってルールが厳しくって、まあ、集団生活が厳しくってというふうに思ってましたけどそれは大体その通りです、えー、高い塀があってですねあれはど,どんなあのオリンピック選手でも無理だなと思いましたけども越えられませんでえっ、ー、と電線がありましたで高圧電線かなと思ったら今は高圧電線じゃないそうですあのー、えっ、ー、と触れたらまあアラームが鳴るというふうな、まあ、そういうふうな、まあ、あの警,あの警報のための、ね、でえっ、ー、とで もちろんルールは厳しい、まあ、時間で全部決まってましてただですねちょっと驚いたのは、えー、寝る時間が9時で起きる時間が6時半でそこからラジオ体操とか運動があるんですけども、えー、9時に寝て6時半に起きるとですね睡眠時間9時間半なんですね私の2倍以上長いというかそれはすごい長いなと思いました。でそれとですね えー、例えばフローなんかもねルールが決まってるんですよね、えー、と週に2回で、えー、15分間こうわっと,と入ってぶわっとこう15分で出るんですねそれとね自由,自由時間いうのがあるんですねで自由時間っていつなんですかと土日は全部なんですってでその、まあ、決められたプログラム以外は自由時間へえ自由時間って何でも OK なんですかと聞くと自由時間いうのはそもそもその人の部屋でじっとしてるのが自由時間なんですねで、まあ、6人部屋とか えと多いのは8人部屋であの個室もあると個室ってどうなんですかと個室はサービスいいんですよとか <laughs> あのちょっとまあジョーク冗談半分で言ってくれてとにかくもう人と一緒になるのは嫌良い,い人は1人で住めるでまあことによったら2人部屋いうのもあって。 それもう希望通りですかといやまあ希望というわけじゃないんですけど、まあ、夜中に叫んだり暴れたりする人はやっぱり一人になりますよねって言われてそしたら一人にな,れなりたいと意図的に暴れたりするんですから、まあ、そ,うそういうこともできますねということで結構ですねあのまあ 独房あの懲罰のための1人部屋とは別なんですけどね、前、ま、はあまあ、ずっと、大体いい平均3年暮らすそうです、経文書でね、平均すると、だから3年間、まあ、自分の自由になるというのも、ちょっと驚きましたね、でそれとかですね食事に驚きました、食事はですねあの人によってやっぱり量が違うんですね、大体いい標準の計算の仕方があるんですけど、背の高い人は量が多いんですって。 ででで体体重重はは関関係係なないいんすすがと痩せてる太ってるはその人のそのシャバでの生活の問題であってあのここに来れば大体標準体重になりますってで食べ物はいと非常にこう栄養のバランスがよくってとただしその人があのアレルギーでこれはダメあれはダメいは全部聞くんですって。で 中には、ですねもう自分はベジタリアンで肉がだめだという人も基本的には応えると、そしてもっとすごいのはね、ほら、宗教、あの外国人もいるんですよ、で外国人の場合にはその牛がダメとか豚がダメとか、いろいろあるでしょう、イスラムとかね、イスラム教とか、でそれにも宗教食って書いてあってです、ね、あの宗教の食事ということで、宗教食ということで、それも全部合わすと。とということでね まあ、極端に言うと「至れりり尽くせりなんでですねで週に1回ぜんざいが出る」とかですね「えー、っとねクリスマスにはケーキが出る」とかなんかそういうような話もありましたまあそれは全部全国同じかどうか分かりませんけどそういうふうに結構ですねまあ、人に合わせてるということがあります。で、えー、っとまあ 知らなかった話も知ってた思った通りの話もあるけども、まあ、全体としてはですねあのその人をまあ社会人に戻すためのまあ構成施設だということであのまあコスタリカなんかではちょっと感動したんですけどもそれとはだいぶ違ってですねとにかく秩序に合わす命令に従わせるルールに従わせるというのが基本ですだから基本的にあの上から目線だし命令 指示命令ですねだからその人の人権をとか尊厳をということはあの感じられませんでしたで、えー、所長の悩みというかまあ,あの刑務所の今現状で一番大きな問題は何かというとですねその出た人があの出所した人がすぐ帰ってくるひ,ひどいのはですねもう1週間とか3日ぐらいで帰ってくるとで帰ってくる人が多い大体2人に1人はもう帰ってくる。 再犯というやつですね京都刑務所の場合は、えー、大体、まあ、まあ10回とか20回という人も結構ざらにいますとで年齢もですね今,今は88ですけどそれこそもう本当にそ,のそこで老衰で亡くなる人とか病死で亡くなる人ももうたくさんいますだから本来社会,社会復帰をすることが目的ですけどなかなかそうはできない。 というのは社会が生だからなかなかもう帰ってき出るとやっぱりすぐ万引きしたりあの覚醒剤と窃盗で窃盗がやっぱり多いですね犯罪ではねでもう出たけどもすぐ帰ってくるということが悩みだそうです特にこの頃は高齢化も進んでですね福祉施設のような介,介護施設のような状況になってきましたというのが悩みだそうです。 やはりですねこの社会はやっぱりやんでるというか住みづらいでとにかく万人間になって出したつもりでもすぐ帰ってくるということが非常に大きな問題とあの感じましたし、えー、現実にそういう話でしたあのコスタリカで非常にその社会に社会がですね受け入れ体制もいいしそしてもう帰ってこないのと違って日本では半数が帰ってくるというふうな残念な状況です。